はい、どうも。続きですね。YS さんの、ハイ君は今まで数多くライブしてきたと思いますが、どういうところに感銘を受けますか？どういう観客だったら一番嬉しいと感じるライブは何ですか？っていう質問ですね。これね、すごいこう、ふわっとこう読むとね、なんかすげえありきたりな簡単な質問に感じるんだけど、すごくね、これってね、答えるの難しかったの、昔は。そう。まあ、すごいいい、なんていうの、お客さんなんていっぱいいるに決まってるしさ、一番、なんていうの、嬉しい感じのライブって、何っていうのってさ、まあ、ワンマンですとかなんかそういう風に言うのって簡単なんだけど、なんかこう、アザーサイドでさ、やっぱりね、その、なんか、なんつったらいいの？例えば、俺らがワンマンやってても、なんか、お前は、うちのライブ見に来たのに、何なのそれっていうような人たちもさ、いっぱいいたわけ。うん、だからね、軽々しくね、なんかね、いろんなこと言えなかったね、俺としてはね。まあ、デギーとかしんのすけはどう考えてたか知らないけど、俺の中ではなんかそういう思いがね、結構あってね。うん、なんかあんまり、結構ね、この手の質問にはね、こう、その当時はね、まあ、そう、口をつぐんでたというか、濁してたね。うん。そう、まあ、管理されてたからさ、管理されてるというか、まあ、一つの巨大な資本の中でやってたわけだから、ソールドアウトっていうのは。そう、だから、なんかすごく答えにくい質問だったの、こういうのって。うん、まあ、今こうやってホイホイ答えちゃうけどさ。うん、そう。まあ、でもね、普通の興味として、ね、この YS さんが言ってくれてると思うんでね。うん、そう。っていう、なんていうの、今までもうね、何年も忘れてた思いを思い出したっていうね、感じです。はい、ありがとうございます。はい、次。この人、この間もいた。味噌煮コミュニケーション。なんだ。この間、味噌コミュニケーションって言った気がする。あれ？違った。まあいいや。音読&コメント返しありがとうございます。感動。YouTube ではお豆ちゃん関連の質問とかってしない方がいいですかね？パパとしてのハイさんが気になってます。最近の遊びのブームとか一緒にやったこととかありますか？お魚一緒に見たり歌ったりしてるのかな？ああ、全然いいっすよ。うちのお豆ちゃんね。ペチョパのお豆ちゃんね。最近ペチョパって言わねえな。うん、いやいや、全然いいっすよ。逆に、子育て、なんかもう、まあ、うちの嫁さんもそうだけどさ、まあ、初めてだからさ、なんかいろんな、わかんないことばっかでさ、そう。まあ、ネットだったり、周りの人だったりとかね、いろいろ、あるけどさ、そうではない何かがあったりとかするじゃん、みたいな。なんかいろいろ教えてもらいたいですね。うん。まあ、最近はね、今なんだっけ1歳10ヶ月だかなんだかだと思うんだけど、もうね、寝ないんだよね、夜ね。なかなか10時過ぎは当たり前って感じ。うん、そう、これがね、そう、昼寝をねしなくなるって話があるんだけど、昼寝も普通にねするし、で、大体ね、普通はね、13時ぐらいに昼寝をするんだけど、あ、今日は寝ないかななんて思ってると、結構、17時、まあ夕方の5時ぐらいにちょっと30分とか40分とか寝ちゃって、そうするともうすげえ夜寝ないとかね、結構ね、あるんですね。そう、まあそれにね、まあ、腹立ててもしょうがないじゃん。だから夜遊んだりしてんだけど、まあそうするとね、
こっちの疲れも取れないし、やりたいこともできないし、結構なね、結構なスパイラルになるというね。まあね、もうちょい、時期が経てば大丈夫だよなんて、こう、ね、身内も、お子さんいる方多いからさ、言ってくれたりするんだけど、まあ、そんな感じです。まあ、今が一番大変なのかな、なんて思いますね。はい、ありがとうございます。味噌にコミュニケーション。ありがとうございます。はい、次。エニゴリチーボー。ハイさんはシャウトみたいな歌い方するときは喉はやられないんですか？これはね、やられないですね。あのね、シャウトってね、結構ね、声量ちっちゃかったりするんだよ。すごい。高いシャウトは特にね。そう。全然やられないね。逆にね、低い声。で、ラップの練習とか、低い声のラップの練習。例えばフーガとかね、のラップの練習とかを、するとするけど、あんましないけど、例えば30分したらね、喉潰れるね。意外とね、こう、負担があるんでね、すんごい低い声っていうのがね。まあこれ、まあいろいろ。まあシャウトの仕方も千差万別だけど、あれだよ。モブっていう、MOB、モブっていうね、バンドのボーカルのサチ君。うちのエアコン全部つけてくれた人なんだけど、あの人がね、シャウトがすごいのよ。どんなシャウトもすっげえうまくやる人で、そう。で、まあ、これがね、アップされる頃には、情報がどうかわかんないけど、一緒にね、一曲やってんのね、EPO で。で、それもまあ、普通にシャウトをやってもらったんだけど、で、まあ、この部屋でさ、レコーディングしたんだけど、やっぱりね、全然声量ないのよ。高い、すごい高いシャウトはね。そう、そう。で、他の、まあ、なんて言うんだろう。それより低いシャウトとか、あと、こう、言葉をバッバッバッって、シャウトで言ってもらう。いろいろ、そう、やってもらったんだけど、そのね、高いシャウト以外は、声量がクソでかかったっていうね。びっくりしちゃったね、本当に。ちょっとね、窓が振動してた感じがしてたからね。まあ体もでかいしね、まあ声もでかいんだね。だけどね、基本シャウトって結構ね、うまく喉をこう転がす感じだからね、そこまで喉に負担がかからないと思うんだよね。シャウトしすぎで喉がどうのこうのって、そうなのかなって俺は思ってしまいますね。わかんねえ。でも人それぞれかも。はい。わかんねえということで。はい、次。山本久志さん。ソールドアウトの時代聞けて嬉しいです。ソールドアウト時代の話聞けて嬉しいです。解散の時は本当に衝撃を受けて寂しかったです。また三人が揃うことを願ってます。いやー、ありがとうございます。いやー、この間もね、本当にね、音楽室の K 山さんとね、電話で話してね、まあいろいろその当時の話をさ、まあ短時間だったんだけど、すごいバーってしてさ、またの飲みに行き回しなんつってさ、話をしたんだけどね。いやいや、まあまあ。こういうコメントはありがとうございます。ということで、エピソード2ですね。シーズン5の2。続くということで。